私たちは婦人行動隊のものです。ここに上がってきたのが少し遅すぎたような気もするんですけども、これから本当に三里塚の祭りを始めようではありませんか。さて、ではこれからこの土地に生まれ、そしてそのこの土地の中で育ってきたところの盆踊りを2つやっていきたいと思います。長い長い間、このおばあさんたち、お母さんたち、そして私たちのような若い者たちが受け継いでいく盆踊りですけれども、皆さんにもこの盆踊りを覚えてもらいたいと思うんです。三里塚の米の味、土地の味、空気の味、そして空港のない時のこの素晴らしい三里塚の土地の味とともに、この盆踊りを皆さんともに覚えていてください。そして私たちがこの三里塚が決してここだけでなく日本全国へと盆踊りとともに伝わっていくこと、その心が伝わっていくことを求めたいと思うんです。ではおばあさんたちに歌を歌ってもらいながら、お母さんたちに手振り足振り身振りをしてもらいながら盆踊りを覚えていこうではありませんか。最初のはここにいらっしゃるおばあさん2人が歌を歌ってくださいます。せっせっせっていう歌です。その次のは竹田節という盆踊りです。おばあちゃん頑張って歌ってください。リードしてください。Thank you.
張り上げてこの踊りを締めようではありませんか。